フランスの法律では自分の飼ってる豚にナポレオンってつけちゃダメなんだって。どうも、始まりました。ゴージャスの方です、私。ゴージャスでーす。アンシュさんとは仮面女子の神谷エリナです。エリナちゃん、ダメなの？うん。なんで？やっぱ、フランスの英雄だからナポレオンは。じゃあ、日本も、うん、徳川家康とかつけちゃダメって。そう、家康ってこういうね、なるかもしんないね。ダメってことな。法律的にでも日本ではなってないけどね、うん、そうなんだ。ね、知らなかった。やるでしょ、俺が飼ってる豚で、いいなって飼ってたでしょ。いいな、いいね、いいな、ちょっとあーこの豚っつってそれを、出演料としてお金払ってもらう。なんでしてるの？ゴージャス系の出演料としてお金払ってもらう。同じ名前になっちゃったってだけでしょ、ね、そういうことかな。じゃああるんですよね、ということで、クエーあい、はい、今日って何やるのかな。はい、今回はですね、カジュアルゲームだね。カジュアルゲーム、じゃあいろいろやってきましたけれども、簡単にできるゲームなんですね。2人でもね、うん、はい。さあ、今回やるゲームはこちら。はい、サムライ波動拳。サムライ波動拳。サムライ、あれ来てないね。え、サムライ、サムライ来てないね。え、さあ、ということで今回ゲストが来ております。ええ、本当に来てんの？お侍ちゃんは来てないよ。なんだよ。なんだ、来てるわけないだろうと思って。久しぶりに言われると思ったのに、うん、あんなの来てなかったね。え、呼んどけよかった。で、ちょっとしたゲームだけやらせて使われたよ。ちょっとだけの授業で贅沢に使いたかった。あ、まあ、でも2人でやりましょう。頑張れ波動拳。よし、画面とりあえず見てみましょうか、うん、画面こちらです。ドン、はい、ということで、はい、あ、侍波動剣なのね、うん、侍の剣の方ね、うん、これじゃないんだ、うん、ね、あれだと思って、もうか、まあ、かけてんだろう ね、うん、まあ、波動拳は調整系だったじゃない。あ、そう、漢字だけ書いて、うん、ね、はい、じゃあ行きましょう。お、はい、お、お、お、侍だ。かっこいいね、侍ちゃん。これをこんなかっこよくないよ、侍ちゃん。侍ちゃんもっともっと、なんか、親父だから。もっと髪の毛なんか。とりあえず、タップしますよ、私。うん。お、構えた。で、スライド。スライド。おー、そういうこと？え、簡単にこれでいいんだよ、これ。あれ、うまいよ、ジャス君。待って。結構切ってるよ。結構切ってるね。ジェス君うまい。やっぱ最高記録出たんじゃないですか。俺は今なんでここまで行ったかわかんないんだけど。待って。え、記録なし？記録なしって何？一回、もう一回やろうか。もう一回やろう。4880本。俺の中で、ね、よくわかった。長押ししてスライド。長押しして構えてスライドするだけです。あれ、うん、構えすぎ。うまいね。結構切れますよ。さっきのは良かったね。え、なんでさっきあんなにいったんだ。なんかがあったの。そう、なんだろうね。コツがやっぱり。え、ねえちゃん、やってみようか。全然違う、線もいかないもん。全然長押しして、長押しして、うん、お、赤色だ。赤い、なんか違う。あ、ジャス君抜いた。待って、余裕で抜いてるよ、ほら。えぇ、何何、ほらほらほら。えぇ、余裕のよっちゃんで抜いてるよ。え、すごいよ。勝ち勝ち。でも記録なしって何これ。記録なしは、あの、ハイスコアじゃないからじゃないの？あ、そういうことか。そうそうそう。でもこれ、ハイスコア何歩だったっけ？ハイスコアは、ね、9000何歩だったね。9000。超えよ、超えよ。お、超えよ。いや、何言う、ね、自分まだ4000とかだったら。うちのスタッフが出したやつで結構大変だったみたいよ。リズムなのかな？お、お、この黒い、じゃない、赤い、あ、じゃあ青い。
どっちの方がいいんだろう、赤と青。私6000くらい出してるから赤の方がいいみたいね。確かに私の勝ち。まだ足の記録すら抜けないんだよ、まだまだだよ。もう一回やってみなさい。あともう一回あの自分の記録超えてみなさいよ。いやいやいや、絶対しょぼい。今4459かな。うん、まだ終わってない。まだあるから。まだ来るから。結構切ってるよ、ほら。これコツは何だ、どうやったら、ね、単純で面白いでしょ。面白い、奥が深い。なんかあるんですよ、でもなんかあるんですよ、絶対やりすぎちゃうな、これ気合いを。何、ね、何、何、何気になると行かないなと思ったら楽しすぎたらどう。ちょっとせこいよ、これ。赤出なきゃね、まずね。青の後いかないから。色、この波動拳の色、レインボーだってあるんだって。うん、レインボー、すごい。青が低くて、赤が青より高い、そしてレインボーが一番高い。じゃあ私のさっきの赤は結構良かったんだ。ちょっとレインボー出してよ。確かに、どうやったら出んの、レインボー。これ、これ音聞いてごらん。音でなんかずっと言ってるよ、音量の。音量の振り幅が大きい時にやるとか。いや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 、ちょっと刺してみて。いや、まぐれ、まぐれだろ、さっきの。どうしてたらどうなるの。しかし、お、赤だ。なんだこれ、赤だった。レインボーどうやって出るの、超奇跡なんじゃない。じゃあレインボーなんて、赤私2回出したよ。2回しかも全然まだやってないのに。うん、何回やりました。数回しかやってないよ、りなちゃん。自分の記録抜けない。でもこれ何、持ち込み企画でしょ。いつもやってるって。やってませんから、初めてですよ。いきましょう。うん、違う。レインボー出そう。レインボー目的に出しましょう。レインボー、レインボーはかなり難しいですって来ましたよ、簡単で。レインボー出たらよしとしたいぐらい。すげえ、ずっと長押ししてるとまた下がってくんだよね、音量は。でまた上がってくるんだよね。へー、やっぱそう、最高潮の時じゃないですか。ほんとだ、下がっちゃった。また来るよ。なるほど。じゃあそのやっぱ音量で上がったところじゃないとダメか。うん、早いね。音量する。心眼だ。どう？ゲーム遅かったな。ちょっとちっちゃくなってたもんだって。どう？あれ？いや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 。もう一回出してみなさいよ、あなた。もう私は分かった。
カットしちゃダメですよ、これ全部見せてね。これでもワンセットじゃないの？もうちょっと待てたね。一回聞いた方がいいもん、これ分かるよね。今だ。うん、見た見た今。いや、何もなかったかも。全然ダメじゃん。ちょっと黙っててもらっていい？いや、なんでそれ。なんで俺の教えをこうとする。難しい。もうまぐれだったんじゃない？2回2回まぐれって結構大事ですよ。いや、2回まぐれ。次赤出したら勝ち。これチェンジだ。答え。どけ。いや、もう一回も赤出してない人にさ、どけどけとか言われてもさ、一回ぐらい出してよね。うちの利益出してますか？一回も赤出したことない。もう一回やり過ごすんかい。ワンセットだね、それが。惜しかったんじゃない？惜しいよ。邪魔だ、どけどけ。侍が歯が食いしばった時にスライド。え？そんなことしてんの？表情見てこう。歯食いしばってるよ、今。あるの、なんか。食いしばってるの、ずっと。嘘、変わるの、これって。歯食いしばってるよ、ずっと。おっ、よっしゃー、勝ち、勝ち。超えれば。超えましょう、7000です。超えた。うお、あ、結構いってる。うお、最高記録も抜ける？無理か。いや、抜けない。そっか、レインボー出してるか、スタッフ。ゴージャスの勝利。やったー。ずるいよ、最後、最終チャンス。じゃあラストチャンス。だってアドバイスもらってから私やってないもん。いや、みんな食いしばってないよ、だって基本。はい、終了。ダメダメ。嘘だった。え、食いしばってる。食いしばってるね、ずっと。ずっと食いしばってる。ずっと食いしばってるよ。変わんないね。変わんない。やばいよ。もう一回。いや、どんだけマジだよ。もう一回、ラストチャンス。うん、負けてない。え、なんで？だって私2回出してるの、赤い。赤いの？うん。ゴージャスは？いや、1回だけど、ほんと距離の勝負だから。でも2回出してるもん。いい切れ味、2回、合計数で言ったら私の勝ち。はい、ということでね、カジュアルゲームはね、他にもね、いろいろ動画出てますんでね、皆さんよかったらぜひ、アーカイブの方見ていただければと思います。またね、いろいろとカジュアルゲームやっていこう、エリナちゃん。うん、すごい楽しい。単純でやっぱり楽しいです、ね、やりやすいし。うん。で、今回の勝負はどっちの勝ち？はい、私の勝ちです。私です。
距離こっちの方が取ったでしょ。距離は取ったかもしれないけど最高記録取ってないし、あとはやっぱり私2回出してるから赤いの。やっぱそこ重要だと思うので、うん、今回は神谷エリアの勝利でした。やったー、ありがとう、また見てね。はーい、レインボーどうぞ。数打つしかないじゃん。簡単には出ないっすよ。簡単には出ない、閉めたから、閉めたから。これカウントされないの？カウントされない、もうだって閉めたもん。勝利です、結果打った後だからカウントされない。はい、ほら、はい、勝ち。カウントされないから、私の勝利で終わりです。もうカメラ回ってないから。カメラ回ってるんですよ。兄弟か。やだ、こんなお兄ちゃん。やだ、レイボ。ほんと優しいお兄ちゃんがいいんだ。ほんと優しくて、お菓子買ってきてくれるお兄ちゃん。神戸風月堂のゴーフルだよ。え、お菓子？うん、食べていいんですか？うん、俺も食べるけどね。お菓子買ってきてくれた。ってことは、ってことは、うん、パパ。いやいやいや、話が食い違ってるだろ、全然意味が分かんなくなっちゃったよ。ありがとう。よし、いただきます。うん、腹減ったから食べよう。じゃあ、終わりです。